普通に巨大な角煮が乗っているのに、さらに角煮を増したらどうなるのか気になりませんか？晩から新富士店に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。岳南電車寺跡湖駅から車で5分、富士市中央公園や富士市文化会館の近くにあるラーメン店。片側3車線ある交通量の多い通り沿い、日本酒好きにはたまらない居酒屋天小屋本店も近いです。ラーメン店だと麺屋林、ラーメンスポット天地人、本名骨の比較的近く、東京豚骨ラーメン版からは東京の池袋に本店があるラーメンチェーン店。世界に展開しているラーメン屋さんです。訪問時、東京豚骨ラーメン版からは国内に25店舗、海外には8店舗展開していて、静岡県内には4店舗ありました。タローズを含めればもっとありますね。静岡県内にもいくつか系列店があり、基本的に静岡県内では富士川より東の店舗をバンカララーメン、富士川より西の店舗を麺屋タローズと分けていますが、メニューはほぼ同じです。経営は高田企画という富士市にある会社、会社のホームページもあるのでご覧ください。静岡市駿河区の麺屋クリアの近くにあるうなまさといううなぎ屋さんも高田企画の経営、結構幅広くいろんなことをやっているようです。バンカラ富士店も何十年も前からありますよね。私も随分前から訪れていました。結構な老舗です。同じ富士市内には旭川味噌ラーメンバンカラ富士店もあります。駐車場は店の前に結構な台数分ありました。静岡県富士市屋小島町204、黒を基調としていて昔からありそうな雰囲気の外観。セットがお得、カウンター席とテーブル席があり、全部で72席とかなりの広さ。卓上には調味料がありました。ニンニククラッシャーと生ニンニクがあるのは嬉しい。店内に入る前に写真入りのメニュー表があるので、そちらである程度何を食べたいか決めてから券売機の前に行くとスムーズに買えます。主にバンカラ、つけ麺、品そば、豚骨、味噌などがあります。角煮版から角煮増し、麺の硬さは固め、普通、柔らかめ、味の濃さは濃いめ、普通、薄め、油の量は多め、普通、少なめ、それぞれ自分の好みで選べます。今回は全部普通にしました。
トッピングは海苔、メンマ、角煮、ネギなど。スープは豚骨ベース。海苔をスープに浸し、メンマと麺を巻いていただきます。豆板醤があれば入れたかったのですが、残念ながらありませんでした。紅生姜巻けばよかったかな。スープは背脂入りで臭みはなく、背脂の甘みがかなり感じられます。ここまで甘みを感じる。ラーメンも珍しい。醤油味が濃いめで香ばしさもあり、食欲をそそります。塩分濃度は高めで、このしょっぱさが癖になります。ニンニククラッシャー仕様。一辺に二粒入れようとしたら、うまくいかなかった。欲張り注意です。このスープとニンニクの相性は最高。口当たりは思ったよりさっぱりですが、コクがあり物足りなさはありません。多くの人に受け入れられる味じゃないかな。食べていくうちにスープが、より甘みを増していくような気がします。背脂がスープに溶け込んでいくのでしょうね。食べ進むにつれスープが変化していくんですね。太縮れ麺は黄色くて加水率高めのもちもちしたもの。濃厚なスープとよく絡みます。角煮以外にもチャーシューが入っていました。ネギのシャキシャキ感とニンニク、背脂の甘みとしょっぱい感じ。この組み合わせがたまらない。そして角煮は巨大なものが2つも乗っています。追加で角煮トッピングしましたからね。箸で掴むと崩れ落ちそうな柔らかさ。2日間かけて店舗で作られています。これ崩してしまったら商品として出せないだろうから、作る側も大変そうです。食べてみると醤油の味付けが絶妙でとろける美味しさ。秘伝のタレで味付けをしているそう。これはやみつきになります。ご飯が欲しくなってきました。この角煮は一度食べたら忘れられなくなり、またお店に行きたくなります。この日はニンニクを二粒入れましたが、もっと入れてみたくなりました。どんなことになるのだろう。今からワクワクが止まらない。深夜2時まで通し営業というのもすごい。旭川味噌ラーメンバンカラ富士店も行ってみたいですね。静岡県富士市のバンカラ新富士店。訪問時東京豚骨ラーメンバンカラは、国内に25店舗、海外には8店舗あり、静岡県内には4店舗ありました。巨大チェーン店です。タローズを含めればもっとあります。写真付きのメニューがありがたい。お得なセットもあり。カウンター席とテーブル席があり、全部で72席とかなりの広さ。角煮版から角煮増し。スープは豚骨ベース。背脂入りで臭みはなく、背脂の甘みがかなり感じられます。醤油味が濃いめで香ばしさもあり、癖になる味わい。太縮れ麺は黄色くて、加水率高めのもちもちしたもの。ニンニクがこのスープによく合います。これは絶対入れるべき。角煮は箸で掴むと、崩れ落ちそうな柔らかさ。
醤油の味付けが絶妙で、とろける美味しさ。一度食べたら忘れられなくなり、またお店に行きたくなるのです。